怪物を倒したことにより、顔をなくした人に顔が戻ることになりますね。これで、喋ることもできるし、まあ、元気が出ますよね。顔戻るんで。このね、BGM を死ぬほど見ることになりますけど。富の水保護者ちゃん。もう組長出てくる。なお、組長どうなってんのこれ。そう、顔には怪我がないんで、基本的には。まあ、倒すことが救いになる。まあ、結構気軽なルールですね。俺にこれをどうぞ。あ、やった。200ゴールド。序盤では貴重な資金源、終盤では金なんて全然使わない。何？ほっほっほ、めでたしめでたしだな。さて、ティラよ。そなたにはもう一働きしてもらうぞ。え？そなたを見たであろう。大魔王トランプを。はい。奴はミートピアをめちゃくちゃにしておるのだ。そこで頼みたい。ドキ。大魔王トランプを倒して世界を救ってくれ。いやいや、すまんが、そのなる拒否権はないのだ。顔、どうなってんのこれ。なんつう顔してんのお前。神の力を渡さなたら大魔王トランプに対抗できるだろう。大魔王を追い旅立つのは僧侶ティラよ。戦士ティラの方がかっこええな。僧侶になっちまった、いろいろ考えたら。さあ、こっからですね。こっからね。どこまでできるんだろうね、体験版は。とりあえず、まあ、理論上はその他の人の顔もね、他の怪物を倒して取り返す形になります。というわけでね、早速旅立ちましょう。のどかな平原。ああ、いいね。あ、なんか、いいなぁ、こういうのは。基本的にこのゲームに関しては、探索パート。なんて言うんですかね。自分で探索するのではなく、スマホゲームの、まあ、ウェーブみたいな感じで進んでいきます。一人で歌を歌ってる。なんで、こうやって敵が出て、先進んで、みたいな。そういうことが、基本的に。まあ、戦闘モードになりますかね。なんで、僕が移動するとか、マップ上、洞窟上探索するってことはないですね。まあ、適当に歩いて敵倒すと、スマホゲームの先駆けみたいな形でしょうか。いきまーす。とりあえずね、鉛筆だけなんで。基本的に鉛筆をするだけのゲームなので、この序盤のあたりはポコポコ殴っていきましょうね。余裕だね。こうやって一人ずつ、まあ、救って、まあ、ほっほっほっ。怪物が顔が飛んでいくのを見ておったかな。あの顔を持ちはそなたのおかげで助かったのだ。ああ、まあありがとう。説明ありがとうね。先ほどの子供と同じようにな。つまり怪物をつければ誰かが助かるということ。どんどんやっつけてみんなを助けてやってくれ。頼んだぞ、ティラよ。ほっほっほっ。よし。で、B を押すとね、ちょっと早く走るんで、基本的には B 押しっぱです。おー、なに？たくさんの怪物だ。ピンチです。え？勝つのにないよ。まさか、ここで来るか。ほっほっほっ、困ってるようだな。よろしい。助けを呼んでやろう。来た！仲間だ。もちろん、このゲームね、一人で冒険するわけないですよ。自分の作ったミーで。一緒に旅する仲間ができるわけですね。さあ、作っていきましょう。さあ、来たぞー。ここは？あ、一緒に戦おう。さあ、作ったミーがやってきました。こちらは誰だと思いますか？僕のチャンネルを見ている方なら分かっていただけるんじゃないでしょうか。うん、行くぞ。アンナ！さあ、来ました。仲間が一人入ってね。アンラという仲間が入りました。こちらはですね、このゲームの使用上、仲間は勝手に行動します。今、ティラン主人公はね、自分で命令できたり、できるんですけど、仲間は完全 AI で戦います。その AI も賢いわけではなく、結構気まぐれで、強い技を打ってるの全然打たないとか、そういうことも普通に起こり得ます。なんで、かなりね、面白い AI ですね。自分が僧侶になったのはこれが原因で、僧侶だと的確な行動を取らないんですよ。AI が賢い職とアホな職がありまして、僧侶はどちらかというとアホな方です。なんで自分は僧侶になりました。じゃあ行きますかね。そんな裏話はさておいて、楽しくやっていきましょうよ。画面がの早いか。戦士遅えな。いてぇ。アンナ行ってこい。攻撃力高いな、やっぱ。やっぱ攻撃力はさすがにアンナの方が高いよね。うん、僧侶よりはね。アンナ、えい、やったー、オッケー。この二人が楽しいんだ。力を救う旅か。
アンナもついてっていい？ダメに決まってんだろそんなこと言わないで。アンナもついてっていい？ウキウキしてんだけど、もうドラゴンクエスト10で出てきやがっておめえよ。さあ、というわけでね、オリジナルキャラのアンナちゃんがね、仲間で、なんだその、なんだその通り。オリジナルキャラのアンナちゃんが仲間になりました。あ、無事切り抜けたようだな。アンナと仲良く旅を続けなさい。仲良くなればなるほど、そなたたちの力は強くなるぞ。では、良い旅を。さあ、これでパーティーが2人になりましたね。ま、これでね、会話もほら、激レア欲しいなーって、ちょっとね、なんかマップ画面が楽しくなるんですね。何？あ、何？なんか落ちてるよ。あ、なんか落ちてるよ。おー、やったー。回復アイテムだね。HP バナナを1本ゲット。いいね。こういうね、時々ダンジョン進んでると、ランダムイベントとかが発生してね、なんか手に入ったり、お金が手に入ったり、モンスターが出てしまったりって、いろいろあります。ティラ、待って。何？うん。HP バナナ取り出した。じー。半分あげる。あー。そういうイベントもあんのか。おいしい。あ、これで仲良しが上がっていくんだね。ウキウキ、そのダンスやめろや。いいねー。さあ、アンナと協力してどんどん行こうや。ゴブリン、カウン、頼むぜ。とりあえず、アンナ、しゅかるくる。まあ、自分が回復できるから、ほぼほぼ負けんっていうね。序盤はそんなもんですよ。何？ふう、疲れたね。アンナ、そろそろ休みたいよ。そうです。忘れていました。宿屋を見つけました。こちらのゲームはですね、どのダンジョンであろうと、たとえラスボス前であろうと、どこにでも宿屋があります。マップの一番最後にたどり着くと、宿屋が必ずあって、そこでね、HP やマジックポイント、戦闘負の状態が回復できるということですね。どこにでもあるよ、本当にこれ。毎回あるよ。いや、いいん、これ、おせえな、また。二人の部屋を決めましょう。そんなん、もうさ。アンナとティラは、まあ、同一だよな。当たり前だよな。まあ、女の子とね、同一はね、夢の話なんで。ああ、もう、またなんか仲良くなろうとしてる。こちらはドーピングコーナーとなります。ゲットしてね、モンスター倒すと素材みたいなのが手に入るんですけど、料理。まあ、この、その素材とかで、バフが、まあね、永続的なバフがかけれます。なんで、どん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 ドーピングしていきましょう。努力値の上限はかなり大きいんでね、どん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 ドーピングしていきましょうね。さあ、この調子でね、どんどん2人で行こうと思います。アンナの手直しとかも多分、初めのページとかでできるんだろうね。今、ティラみたいにね。だから、アンナもね、次のパートまでちょっと手直ししたいね。何？こけた。う。大丈夫？アンナはティラの手を取った。ありがとう。ティラ、感謝した。いいな、こういうの。ね、そのダンスやめろって、だから。あ、ノリーさんのこの辺かな。あ、はじめの案内人のね、怪物にくっついてるのがほとんどだよ。くっついてないパターンがね、ほぼほぼ存在しないからね。まあ。ってことは、ノーディーの、さっきの案内人の顔がボスってなるのかな。お、来るかい？あ！来た！ふわっふわっ！あー！来たか。お、ボス！一応中ボス扱いか。超ノーディー。大丈夫か？なんか序盤で変なのないよな。安全地帯解禁されてるからまだないな。多分。さあ、中ボスですね。これが。一応。いや、このボスの BGM もいいんだよな。あ、2回かよ！序盤で2回行動してくるんじゃねえよ、この野郎。待って、序盤で2回行動してくるのはやばいな。大丈夫か？ OK！ うお、大丈夫？当たるしようぜ！キュア！あ、そうか、よかった。カットインでよかった。キュア。ちょっと待って、ちょっと序盤で2回行動しないで。序盤で2回行動はずるでしょ？ちょっと。何序盤で平然と2回行動してんだよ。やばいぞ。これ、圏内入ってんな。どっちも。大丈夫かな？キュア。なんか怖い。ちょっと怖いな。ちょっと怖い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 。ちょっと待って待って。さすがにそんなことはないよね。序盤で2回行動してくんの、これ、ミートピア。キュア。よかった。マイピー発動したらどうしようと思った。あ、何？神の力の目覚め。
あ、HP フリ、マジックポイントふりかけ、これありがたいな。 MP がなくなると技や魔法使えなくなる。これふりかけシステムはありがたいね。これふりかけシステムっていうのは、1ウェーブ、まあ宿へ泊まったら回復します。その中で所持品みたいな感じですね。このマジックポイント、あ、出たわ。これをいつでも使えるんですよ。ほとんどのどの状態でも使えるんですけど、これを振りかけるとね、こうやって回復します。はい。で、宿へ泊まれば回復するんで、使え、もう全然惜しみなくね、使っていく。エリクサー症候群の方にも優しいシステムです。あ、すげえ。あ、X ボタンを押すとそうやって進むんだ。あー、すごい。だいぶ進化してんじゃん。何これ。そんなに進化してんの、ミートピア。開発すげえな。すげえな。何ティラへ、ダメの水差しのありがとう。俺にこれ受け取って。なんかピーチの手紙みたいになりそう、そのうち。デート券、何これ、え、何これ、え、何これ、デート券って何、初めて見た。ちょっと待って、初めて見たな、それは。あ、やべ。ドゥーワー。入りました。ちょっと気になる。アピール覚えた。またそういうことし始めるでしょ、君たちは。え、デート、え、こんなんなかったよ、デートは。今まで旅行あったけど、デートは初めて見たな。え、何これ、デート、デートです。二人だけの、いや、強調しなくていいよ、分かったから。えー、初めて見た、カフェ。喜んでんな。え、デートは初めて見たの、ちょっと見ようぜ。カフェでくつろごう。あ、戦闘とかないんかな。あー、これは勝手に歩くんだ。じゃあこれは B でちょっとパッと飛ばしてもらう。待って、デートでも一応戦闘すんのか。マジか、戦闘あんのか。デート先に行くまでの戦闘があんのか。マジか、それはちょっと予想外だったな。まあさすがにこの辺りはいいんだけどさ。じゃあデートまでちょっとカットするね。来ました。何頼む、メニューのここからここまで全部くださいってやりたいよね。わかる。店員困ってるな。わかりやすく。暇だな。よし、イメチェンしよう。え？あー、本当にイメチェンするやつだな、これ確か。お待たせ。いよいよいよ、イメチェンしすぎなんだよね。似合う？どう？いや、完全に別人じゃん。すげえ、べイメチェンしてきやがった。こんな感じっす。やばいって。なんか、ウィッグとかができたらさ、すごいなんか、可愛くなったね。